八島は、平家物語に取材した脳の作品。関全流では、八島。成立は、室町時代。作者はゼ阿弥。複式無限脳、修羅脳の名作と言われる。平家物語の巻十一、弓流しのことなどから取材され、八島の戦いにおける、源義経手術の活躍と、修羅道に落ちた武将の苦しみが描かれている。脳のあらすじは次の通りである。 人から旅に出た僧が、佐抜国屋島の裏に着く。両沖菜と漁夫が塩屋に帰ってきたことから、僧は、両沖菜に、人夜の宿を借りる。両沖菜は、僧の求めに応じ、かつての屋島での源平合戦で、源氏法の三保や史郎と平家法の悪七兵衛、過激世が一騎打ちをした様子などを物語る。両沖菜は、吉経の亡霊であることをほのめかして、姿を消す。そこに、 塩屋の本当の主が帰ってきて、僧に、八島の戦いの様子を改めて説明する。僧が待ち受けていると、義経の亡霊が、甲冑姿で現れる。義経は、八島の戦いで波に流された弓を敵に取られまいと、拾い上げた弓流しの逸話を語り、修羅道での絶え間ない戦いに苦しむ様子を再現するが、春の夜が明けると、戦いは遠くへ消え去り、 裏風の音が聞こえるだけとなった。猿楽談義に本曲への言及が見え、ゼアミの作品と考えられる。修羅能の一つであり、田村、エビラと共に勝修羅と呼ばれる。完成された福祉無言能であり、平家物語巻十一を転居とする、ひきや弓流しの合戦話を廃しながら、神絵にこだわる吉常の心情や、 生き死にの改ざんで猛襲に苦しむ義経を描いている。作品は典型的な複式無言能の形式をとり、旅の僧が両沖菜に出会う前場両沖菜が消えた後、僧がその不思議を土地の住人に尋ねる魔境言部分、主人公義経が生前の姿で現れる五馬の三部構成をとる。僧の登場との僧が重僧ともに登場し、旅の途中、 さぬ帰国屋島の裏に着いたことを告げる。両大きな漁夫の登場のお面、朝倉康史。前しては漁師であるため、主に朝倉康史、三孔康史、笑い城など人間的な嬢面を用いる。両大きなとともの漁夫が漁を終えて屋島の裏に帰ってくる。しての面は朝倉康史、釣竿を肩にかけた漁師の姿である。宋の宿の求め両大 漁夫が塩屋に戻ってきたことから、曹は、人よの宿を貸してほしいと、漁夫を通じて願い出る。両沖婦は、あまりに見苦しいのでと、一旦はその求めを断る。しかし、曹が、自分は、となもので、この裏を初めて訪れたが、日が暮れたので、何卒人よの宿を貸してほしいと重ねて頼むと、両沖婦はこれを承諾した。両沖婦による物語屋は、兜の左右。 後方に垂らし首を覆う部分で、図の十四番。玄平合戦家座引きぬ場面。義経方の佐藤継信と平家方の菊王丸の、最後。そは、この地は、玄平の合戦の地だと聞き及んでいると言って、その物語を聞かせてほしいと求める。両大きなは、お安いことだと言って、八島の戦いのありを語って聞かせる。まず、このように、 義経のいでたちについて語られた後は、源氏法の三保や四郎と、平家法の悪七兵影器与とが一気打ちし、過激与が四郎の兜の青を引きちぎったという、あ引きの場面が、両大きな漁夫の掛け合いで語られる。ついで、義経の腹心、佐藤継信が、平野の,のりつに打たれる一方、乗りのわらべである菊王が打たれたことが短く、語られる。両大の正体の安治蔵は、 両氏にしてはあまりに詳しいと不審に思い、両沖菜の名を尋ねる。すると、両沖菜は、直ちには名乗らないで、姿を消す。その際、吉経の売れ行き世のという師匠から、正体が吉経であることが暗示される。塩屋の本当の主人が帰ってくる。曹は、主人に、源平の合戦の様子について語ってほしいと書望する。主人は、曹らが無断で塩屋に入ったのではないかと、 いぶかしみながらも、過激よとみほたにしろとの、あひきの逸話などを、交互体で語る。そが、主人が現れる前に起こった出来事を話すと、主人は、登竜を進めて退場する。その町歌い像は、潮屋で人よを明かし、両大きなが正体を表すのを待つ。吉爪の登場のお面、平太。赤平太子を用いる場合が多いが、関西流の少書、弓流では白。 ヘイタを用いる。義常の亡霊が登場する。面は、ヘイタで、黒水、梨田絵子、発揮、反節、立ち読みにつけた武者の姿である。そうは、心の持ち方によって、生死の海とも見え、真仰の月とも見えるのだと悟すが、義常は、合戦のありさまを忘れることができないという。義常による物語、厳平合戦へず、義常の弓流しの場面。 義経の亡霊は、ヤ島の戦いの様子を回想し、物語る。義経が波打ち際に馬を進めて戦ううちに弓を取り落としてしまい、弓が潮に流されたので、敵戦近くまで馬で追いかけて、弓を取り戻したという、弓流しの場面である。義経は、危険を犯してまで弓を取りに行ったのは、弓を惜しんだのではなく、弓を敵に取られて、名誉を失うのを恐れたからだと述べる。 終局、義経の亡霊は、笛、小子、大鼓の林で、駆けりを演ずる。その後、舞いながら、修羅道での戦いのありを再現する。そこでは、生前に、壇の裏の戦いで戦った相手である、平野の,のりつねと、再び戦うことを余儀なくされている。こうして舞いを収めると、義経の亡霊は去り、終局となる。猿楽談義に道盛、道り。 ただのり、三番、修羅係には、良き能なりとあり、この、義経は、本局のことだと考えられている。また、同書では、八島の能について、義経の売れ行き世のという表現が、規模だと表する記述がある。これらから、本局が、世阿弥の時代に成立していたことが確実であるが、構想、構成、引用転居、支障等の特徴から、 ゼアミの作であると考えられている。ただし河原漢人猿学記に鑑賞5年上演の記録があるなど、古くから頻繁に上演されてきた。関西流では、関西元明の名和改正歌い本で、八島を八島と改め、以後これを踏襲している。修羅能の一つである。戦勝した武将を主人公とすることから、田村、エビラと共に勝修羅と呼ばれ、 江戸時代は武士に好まれた。ただし、そのような分類は、この曲の主題の理解に支障になっているとの指摘もある。完成された、複式無限言の形式をとる。平家物語巻十一を踏まえ、あるいはようやく、脚色しながら前、前場後場それぞれに、八島の戦いの合戦話が配されている。前場では、美穂谷と過激世のあひきの合遊譚 す信と菊王の最後を組み合わせて、原平武者を退避しながら、合戦の無情性を漂わせて五馬につなげている。五馬では、弓流しの話を掛け合いで語り、亀江にこだわる義経の心情を描いた後、生き死にの改ざんで盲衆に苦しむ義経を描いている。これらが源氏と平家、海と陸、昔と今、演武と修羅といった大地構造の中で語られ、 スケールの大きい作品となっている。特に、義経が、修羅道の苦言を表し、最高潮に達すると春の夜が明けて、夢が覚める霧の部分は、洋曲文中屈指の名文とされており、それに合わせた息もつかせない方は、脳の見どころとなっている。義経が成仏できずに現世にさまよっている。終身の本質は、仮名は未だ、半ばならずという五馬の師匠に、 表現されていると指摘されている。梅原武氏は、吉経にとっての最大の武勲である一の谷の戦いや段の裏の戦いよりも、八島の戦いで弱い弓を拾うために危険を犯した、吉経を高く評価している。天、末尾で平家を滅ぼした、段の裏の戦いも夢のまた夢であったと描いている。天に、戦争意藤を世阿弥の価値観が現れているとする。ありがとうございます。